あなたは愛する我が子が日本人として生まれたことを心から誇りに思えるように、祖国日本について胸を張って語ることができるだろうか。また子供だけでなく、日本のことをよく知らない外国人に日本について聞かれたとき、どれだけ自信を持って語ることができるだろうか。はい、こんにちは。ここは実は拍手が起きるような場面ではないんですけど、皆さんどうでしょうか、これを見て、皆様の子供にですね、この日本のことを教えてくれと、どんな国なのかと聞かれた時に何と答えるでしょうか。難しいですよね。実はですね、私が神道を、勉強しようと思ったのは実はこの問いからでした。例えば、日本の国旗がなぜ日の丸なのか、君が代、あれはどういう意味なのか、そして、中国や韓国に対して、ね、やれ中国は、やれ韓国はという声を発しますが、これは私が発しているのか、それとも日本人としての DNA が発しているのか、ね、私たちが日本人というのが国籍が日本だから日本なのか、日本の民族だから日本なのか、分かりませんよね。でそれをですね、自分に向かって問いをしました。でその時に何も知らないな、日本のこと、もっと日本のことを知るということが自分にとってはね、これは同時に祖先であったり、この国、今のこの国に感謝することにつながるんじゃないかなと思ってですね、神道の勉強を学び出しました。でよくですね言われるんですね、小坂さん神道ですか。いえ、仏教です。しかもですね、うちの妻と子供はカトリックの学校を卒業しています、はい、むしろですね、神道って葬式の儀式をどうしたらいいかもわからないし、葬式すら出たこともありません。でも神道なんですね。でよくですね、神道というと、まあ、宗教であったり、やれ右翼であったりっていうね、右翼左翼、いえ僕は仲良くですってよっこり言うんですけど、うまいね、挨拶とスカートにタッグは短い方、まあ、ところどころこういうですね、おちゃらけたことを言えるのもまたこの神道のいいところです、はい。で、実はですね、私こう見えて非常に体が弱いんです。小学校の頃から偏頭痛に悩まされているし、首にはヘルニアがあって、黙って座っておくとどんどん痛みがさしてきて、で黙っとけないんです。だから長く寝れないんですよ、首が痛くなって。だからよく皆さんから小坂さんタフですねってこう言われますけど、違うんですよ、家にいたら具合悪くなるんですよ。だからよくですね、皆さんにこう言ってます、小坂さんはすごいですねって言われて、いや僕はですね、バイタリティあふれる虚弱体質ですとよくね、気持ちがついていけないっていう人はいますけど、私はね、体がついていかないんですよ。だからこの間東君のね投稿を見て、いつも走るみたいな、すごいなと、いや本当にもうげっそりしてね、もうガンになったのかなって、そろそろ高齢かなんか準備しなきゃいけないかなって思うぐらい。で実はなぜ私がこうなったかっていうと、もう子供の頃ですね、非常に悪ガキで人を傷つけてました。で人を傷つけると、やっぱり人から今度は傷つける立場になるんですね、慣れる立場。そして、人を傷つけたり傷つけられたりって、これやっぱり良くないなと、そして反省しまして、で一切、暴力を振らわないと、ね、まあそういう人生をですね、中学校1年生の時かな、選択をして、そして何をしたかって、内観、自分を見つめ直す。例えば人を傷つけたり傷つけられた時に、人を責めるんではなくて、自分に何か足りないものはないかっていう、これをですねやるような癖がつきました。
でそれをやるときにすごく辛いんですよね。なぜならば自分の情けないところも見えてくるし、できないところであったり嘘をついてた人に対して、でそういうことに向き合う、そして受け入れるという、これがね非常に大変でした。でも13の時から23までそれやりました。一切自分を出さない。そしてもう一つ決めたことがあったら、30までに、男30にして達する言葉あるんですけれども、30までは自分の一生一切言わない。で、ちょうどね23までバンドでプロになろうと思って一生懸命やってたんですけれども、やっぱりバンドじゃなくてもいいかなと思った時に、今までいろいろですね自分の中で制限をしてたんですね。つまり どういう制限かというと、これね、まあ、子供と一緒ですね。子供と一緒ですが、子供なんでかっこよく生きようと思ってました。これがどれだけかっこ悪いことかということに気づいたんです。でかっこいいことを全部やめました。普通のことをもう精一杯やりました。ただ今までこだわってたですね、自分をこう締め付けたものも全部なくしてしまって、そして何をやったかっていうとですね、まあナンパの男になったんですね。こだわりを捨てて、でその時にね、俺になんか常にあったのがあるんですよ。マサイ族、あの誇り高いマサイ族がですね、ね、誇り高き生きてるあのマサイ族が豊かじゃないんです。だからそのこだわりを捨てた方が俺は豊かになるんじゃないかな。何をしたかって利に向かいました。利益を追うこと、そして利益を得ることに向かって利にならない行動はしなかったんです。そして結果的にどうなったか、どん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 登っていったんですね。そしてにがりというものに出会いました。まさにね、これ世界制覇っていう、もう本当、台湾では記者会見もやり、テレビショッピング会社もやり、アメリカや韓国や中国、いろんなところにオファーがあって、よしこれで行くってこうなった時にですね、やっぱりですね、人間の増念っていうのが働くんですね。今までその市場を作ってきた人たちからすると、これはですね害なん、癌なんです。そして何があったかっていうと、国の力を使ってにがりはダイエットに効果的だというが、その根拠はないという根拠がない放送されました。まさににがりショックです。そして風評被害ね、ダブルパンチ来たんです。でその時にですね、にだけを追っかけてやってきた俺のやり方が間違いであるということに同時に気づきました。そしてあの時にこだわって生きてきた10代のその思いを、ね、引き戻したんですね。そして俺にね、その当時わずかばかり残ったその道徳心についてきたスタッフもいました。ところがその時俺はですね、そのスタッフにどう思ってたか、こんな厳しい時にお前たちなんで自分で数字を作ってこれないんだって、全く感謝ありませんでした。当たり前みたいな。でその時にですね、まあ当然ですよね、俺は自分で運営して自分で数字を作ってみんなに食わせてた、そういう思いにいましたので、であるですね、方が実は私に3000万投資をしてくれてたんです。投資です、融資ではありません。俺の姿を見てあんた面白い投資するとですね、にがりがこうなってあわよくなると今度こうなるんですね。おいあのお金いつ返してくれるんだと。そして俺はやっぱりいただいてるのにいただいてるし、まあ、投資家融資家もそこで喧嘩もしたくないし、分かりました返済しますと。でその時にですね言われました、借用書を書けと、さらに、会社の株を担保に入れろと言われたんです。俺はやっぱり男ですから、いや絶対返します、担保に入れろ、分かりましたと、入れますという答えを持ってました。そしてね、首相にこう言われたんですね、小坂ちゃんってあんたがやってる言葉一番簡単で楽な方法を取ったと。だって今言われたことに対してはいって言って帰った方が楽よね。そしてあんたは今同時にこうも思ってると、スキルによって作ってきた会社をスキルによって潰しかけてるのに、さらにまたスキルによって立ち直そうとしていると繰り返すよって言われました。でじゃあスキルじゃなくてね、お金を返さなくてどうするのって分からなかったんですよ。でもその時にね、首相がこう言ったんですね、あなたがね、小坂ちゃんと、ね、君がやれること一つだけって言うんです。え、何ですか。何回も言って頭を下げと、そしてその人が俺に投資したその時の気持ちに帰らせろと。そうしないとあなたはお金を返してその人の縁を切ろうとしてるやろと。
ね、お金だけ返せばいいって思ってるやろ。でもその人が俺を見て貸してくれたこの徳に対してあなたはどういうふうに報いるのって言われたんです。まさしく図星でした。俺はお金を返してさよならしたかったんですね。でもね、そこに行ってですね、何遍も頭下げたんですよ。泣きながら何回も。するとある瞬間ですね、その人の社長の顔がもう何日も行ったんですよ。一瞬変わった時があったんですよ。それはどういう時かっていうと、実は俺が何遍もやってるその姿を見て、その社長はもしかしたらこれって私じゃないのって思ってくれたと思うんです。だって商売人っていつそういうことになるかわからないでしょ。明日は我が身じゃないですか。その俺の姿を見て未来の自分もこうなる可能性あるよねっていうふうになったんですね。でそれがなんとなく分かったんです。するとですね、その社長が一瞬笑顔になって、分かったと、あんたを信じろと言われて、まあ、それから約10年全部返済しました。でこういう時にですね、私がその師匠の言葉で気づいた3つの成長というのがあります。1つの成長はですね、